はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ぷくにゃん様、やまびこマスター様、てらちゃん様、獣医師の妻、おばばです様、けいいち様、しもじゅんわん様、ちよこ様、まる様、すぎ666様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金及び、河野太郎との裁判費用に、させていただきたいと思います。NHK 未契約割増金を払ってしまった方、取り返せるかもしれません。私にご相談ください。現在割増金を請求され中の方もお気軽に、ご相談ください。私にご相談ください。実は探しております。070-2677-8910 まで深夜早朝はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。NHK マイナス570億円の赤字を発表。赤字は2年連続。値下げしたからだ。受信料値下げしたからだ。と言っておりますけれども、受信料売上は5810億円。前年度比 6.9% 減。結構減ったな、これ。テレビ手放した人が多いのと、人口減少。80万人ぐらい減ったんですよね、去年ね。それも効いてるんじゃなかろうか。で、亡くなった方は、高齢者が多いでしょうから、ほぼみんなテレビ持ってると思うんだ。見てると思うんだ。で、契約数が減って、6.9%、7% 近く、売上減ったんじゃないか。2006年度以来、6000億円割れ。これ値下げもあるんでしょうね。1割値下げしたっちゅうからね。赤字は積立金で補填する方針だそうであります。世論です。そう見せてるだけ、子会社で儲けてんじゃねえ。ニュースと天気予報だけやってたらいいのに、使いすぎ。金の使い方が異常なんだろう。独占商売なのにどうやったら赤字になるんだよ。全くだ。これ以上値下げしたくないから、わざと赤字にしてんだろう。赤字になるわけない。収入が6000億もあって、赤字になる理由がわからんっていう。実は黒字分は必ず、値下げの原資とすることっていう法律できてしまったんですよ。つまり黒字になると値下げしなければいけないという状態になっちゃって、必死でね、NHK 必死で子会社やら関連団体に金を流した結果の作った赤字です、これ。わざと赤字にしてます。皆さん騙されませんように。ズルできないように連結決算にしろ、子会社とっていう意見多かったんですけども、法人税免除の特殊法人である NHK 本体と株式会社、通常の法人である子会社は連結できないですね。子会社の方は法人税取られております。特殊法人っていうのは例えば、あとどこがかっていうと、東京と地下鉄公団であるとか、JT、日本タバコも特殊法人ってなかったか？あと政策銀行であるとか、まあそういうところですね。特殊法人って言いまして、大体すべての省庁がですね、特殊法人一個ぐらい持ってんですよね。まあ総務省の特殊法人が、NHK で、財務省の特殊法人が日本タバコ、JT、まあ、天下りなんですけどね、子会社がやってる業務を本体に戻して吸収する形にも実はできない。例えば NHK エンタープライズ株式会社っていうのがあるんですけど、本体がですね、受信料で作った映像をタダでもらって DVD にして売ってるんですけど、これを本体がやったらですね、原資は受信料なんだから、著作権は国民にあるだろうって叩かれるから本体できない。だからエンタープライズを吸収して、エンタープライズ部にして薬価連結決算すか、なんてのできない。エンタープライズがタダでもらってるのも問題ですよね、これね。これも立派な利益供与なんですけれども、まあまあ、儲けさすってことですよ。子会社を本体以上に、なんていうのかな、子会社を儲けさすと、当然法人税が発生しますけれども、それでもね、本体を黒字にして、値下げしろって言われるのが嫌なん
だね、法人税免除の本体がやると叩かれそうなことが子会社がやってる構図でして、NHK エデュケーショナルってあの教育関係、NHK の教科書みたいなやつ、あの NHK 教育テレビで使う本なんか書店に並んでますよね。子会社は吸収できない、できないそうだ。悪賢いやつがですね、必死で悪知恵絞った結果が今の NHK になってんで、まあまあ連結計算できないんですよ。というわけでですね、黒字になったら値下げ確定なんで、今後は決して黒字にせずに頑張って赤字決算ばかりになると推測いたします。今年の赤字で2年連続だそうですけれども、3年連続、4年連続、5年連続、今後は決して黒字決算を出さない、必死で赤字にして、値下げするなら死んだ方がマシという強い意志を感じますね。子会社儲けさせて法人税払った方がマシ、値下げするぐらいならという非常に強い意志を感じます。さらにはですね、ネット徴収の準備金として15億円を予算化したそうであります。ネット徴収制度、をですね、まあ、準備するため、推進するための金が15億円だって。政治家の買収でもすんのかな、政治家の買収でもすんのかな。 NHK の究極の使命は民主主義に資することなんて綺麗事発表しちゃって、世論です。ならまず韓国ぶっ込みをやめろや。 NHK 紅白にもね、韓国勢7枠も出しちゃってね、日本人のアーティスト優遇しろよ。日本人の若くて才能あるアーティスト、その分出してやれよなーっていうですね。それを洗脳って言うんじゃないか。ネット料金を見据えてが大きく出たなー。スクランブル放送にして好きなだけやってくれ。そうだそうだ、スクランブル放送してくれたら何やってもいいよ。朝から晩まで韓国のことを放送しててもいいよ。契約しねえだけだからさ。早々に脱線してますがな。強制課金なんて全体主義。これね、受信料は NHK の存続料ですっていうようなことを記事にちらっと書いてあった。不健全を絵に描いたような奴らが笑わせおる。民主主義とバラエティ番組がどう関係あんの？民営化して好きなだけ韓国をしろと。選挙が根幹、機関の民主主義の弱点は、実は情報封鎖とか言論弾圧であります。候補者がどんな人物か情報がない、あるいは少なければ投票する判断材料に欠ける、できないってことじゃないですか。すなわち民主主義の危機ってなるわけなんですけれども、なので独裁大好きのパヨ界隈は言論弾圧や、情報封鎖が大好きで、自分に向かって飛んでくる批判は向きになって潰そうとしますよね。最近では共同通信が杉田水脈さんを潰そうとしてっけど許さねえ。言論弾圧や情報統制やらなかった独裁政権は過去に多分存在しません。多分ですけど、それのことを言ってるんでしょうけど、つまり何でもかんでもいいも悪いも区別なく報道する使命がある、っていうようなことを言ってんだろうけど、自分の都合だの思想を優先してますよね。NHK スクランブルデモやネット聴取反対デモ、何回やっても一切報道しないもんね。古文の民放にも報道させないもんね。国葬反対集会だったらたった5人でも報道するくせにね、全く信用できないですよね。民主主義に資することですね。今日は河野太郎に名誉毀損で訴えられてる件で弁護士さんと相談してきました。弁護士さん右側の人です。先生もですね、総理候補が一般人訴えてんのになんで報道されないんだって不思議がってました。でいろいろ話してるうちに、あっち側なんだな河野は、って途中で、気がついたみたい。稲田も転んだよねって言っておられました。それはね、NHK 含むオールドメディア、自分らではね、かっこつけて伝統メディアなんて言ってますけど、まあまあオールドメディアですよ、テレビ新聞ね。当河野一族は同じ中共を親分と仰ぐ仲間ですからね。仲間はかばうんだわね。
富士デモなんかも NHK は全然報道しがつし、仲間同士かばい合う。同じ大臣でもですね、高市さんが一般人をですね、名誉毀損で訴えたら、朝から晩まで騒ぐでしょ。特集するでしょ。叩くでしょ。大臣ともあろうものが、とか、公人なのに、とか、批判を受け付けない独裁者、とか言ってね、河野太郎は、叩かない。仲間だから。もう、完全に、バレバレですよね。岸田総理、13日に被災地入りで、調整だそうであります。土曜日か。世論です。邪魔だから来んな。物見湯さんか。必要なし。やってるか。グルメ旅行ですか。復興増税、来る。進撃のメガネ。どういう意味なんだかわかんねえ。進撃のメガネ。どういう意味なんだかわかんねえ。まあ、ヘリで行けば渋滞はないだろう。新年会巡り終わったからかな。主な目的はカレーの試食。小綺麗な作業服着て遠くから観察し被災者の反感を買うつもりと。今多分避難所の視察とかやるんでしょうけど、何やってもね、反感買って叩かれそうな予感しかしないですけどね。カレーおかわりするとかね、美味しいって言っちゃったりね、歩く反感製造機、っていうかね、今日のその他のニュース、能登地震復興復旧予算を5000億円から1兆円に増額、倍増決定。熊本地震の時は7000億円だったみたいであります。使途不明のコロナ対策予算、11兆円に比べたら少ないけれども、国内復旧に使う分には国内に金が回ってよろしいんじゃないか。1兆円っていうのは一応用意しておいて全部使わなくてはいけない金じゃなくて、余ったらセーブするって、まあ、役にも立たないですね。得体の知れない公金集中団体に流すなよって話。11月の実質賃金はマイナス 3% で20ヶ月連続下落。 3% 台の物価上昇に 1% 台の賃上げが負けた結果だそうであります。値段はニーズで決まるもの。賃金もそう。外国人労働力せっせと輸入してるんじゃ日本人の給料上がんないよね。これね、内閣支持率今月も過去最低記録更新でしょうね、多分ね。能登地震復興のための予備自衛官を募集したところ、100人の定員に400人を超える募集が殺到したそうであります。ありがたいですね。でも普段は皆さんお仕事なさってる方ですよね。普段のお仕事は大丈夫なんでしょうか。イラネ地形開発者の筑波大影谷先生、予備自衛官だったな、確かな。と、小池政権、空いている都営住宅100室を無料で被災者に開放すると発表。ただし1年間の期限付き。1年後約束通り退去してくれるんでしょうか。それとも1年後からは家賃取りますよって話になるんでしょうか。天涯孤独の人とかね、お金ない人もいるでしょうから、家賃払えないとか言ったら、その場合は追い出したりするんでしょうか。家賃が無料でもその間仕事とかどうすんだろう。もう完全に石川県とか被災地引き払って東京に越してくんのかな。東日本の避難者は未だに東電が養ってるみたいですけど、原発からですね、半径15キロ以内とか、そこら辺の人ら、強制退去させられまして、その代わりといってはなんですけど、東電がですね、東電と国が、まあ東電って今や国営企業になっちゃったんで、株価ね、だだ下がりで、国が救済で買い込んだんで、国営企業なんですけど、今や東電だけは。それがですね、まあ、家用意してやって、追い出した人ね、福市周辺の人、家用意してやって住まわしてあげて、で、一人当たり10万円給付。で、4人家族だったら40万円だから、まあ、その人ら、働かないで、パチンコばっかりやってる人も、未だにいるって話なんですけど、共産党、集めた募金を被災地に届けないって言ったやつは訴える。猫ばばするんだっていうのを噂に聞いてるみたいなんですよね。宣言、現職の大臣とか政党がね、訴えてやるってダチョウクラブやんの流行ってんのかな。いいじゃないですか、募金詐欺疑われるぐらいね。今更、過去には殺人もやってる党なんだしさ。10日、デニーが結局承認を放り出した辺野古地盤改良工事に着工しました。毎日新聞が
県の反対を押し切って工事を強行する形となったと悔しそうに報道。これはですね、パヨを煽ってですね、大いに騒いでもらいたいという意味ですね。牛丼店で大音量の音楽流し動画撮影した迷惑系、YouTuber ジョニーソマリに罰金20万円と国外退去、再入国禁止の判決、めでたく日本国を出禁となることになりました。また来たいかって聞いたら、はいって答えたそうだが、くんね、お断りだ、迷惑だ、迷惑系の名の通り迷惑だ、全く日本人舐めてるよな。90日間拘留されてたんだって。20万円の罰金刑で、90日間拘留。こっちの方が結構見合ってねやな。ざま。魚は炙ったイカでいい。八代飛さん、73歳、死去。指定難病のですね、急速進行性間質性肺炎だったそうで、謹んでお悔やみを申し上げます。また昭和の顔が、一人、いなくなっちゃったなという、感じでですね。というわけで、NHK 割増金払っちゃった人、私にご連絡ください。ちょっと都合で探しております。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。